若手映画監督の登竜門、スキップシティ国際 D シネマ映画祭2024。2024年6月7日、記者発表を東京飯田橋の神楽座にて行いました。ノミネート作品や特集上映など全ラインナップの発表と登壇者によるコメントの発表を行いました。今年は102の国と地域から1201の作品の応募がありました。まさにスキップシティが各国とつながる、そんなイメージを持てると思います。そして今年はこの1201作品の中から24の作品を選ばせていただき、そしてそこで白石和彌監督並びに横浜聡子監督をはじめとする審査員の皆様に厳選をいただいて最優秀作品賞などを選んでいただく予定になっております。そして今回の映画祭では夜の涼しい時間を利用した親子で映画を楽しめる催し物や、あるいはワークショップを開催をさせていただきたいと思っています。映画を志す人、映画を見る人、そしてそこに参加をして雰囲気を楽しめる人、ぜひ盛り上げていただけますよう心よりお願いを申し上げまして、私からのご挨拶をさせていただきます。この映画祭はデジタルシネマの普及を通じて映像関連産業の振興に寄与することを目的としておってですね、今年で21回目を迎えることになります。今年からですね、地元の川口商工会議所が中心となってですね、にぎわいの創出と映画祭の誘客を促す PR イベント、これを実証する予定になっておりますので、まあ、ぜひ皆さんにもちょっと来て覗いていただければありがたいと思います。私が会長を務めるスキップシティ D シネマ国際映画祭を応援する市民の会というのがありますけれども、これにおいて今年も役員の皆さんに協力をいただいて、コンペティションの副賞となる協賛金をいただくなどですね、市を挙げて映画祭を応援しておりますので、よろしくお願いします。またこの季節がやってまいりました。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。今ここに書いてあるものですと、2004年に第1回を開催したと。まだまだ世間がテレビの画面をスクリーンに映してもダメだよなというような話があった時代にですね、いやそんなことはないんだと、いわゆる最良のいわゆるデジタル画面で皆さんにお見せしてると言って今日に至っておるというわけでございます。まあ、そんなことを考えましたが、今年もいい作品がたくさん、どうぞ皆様方ぜひぜひ興味を持って、鑑賞していただいて報道していただきたいと思う次第でございます。どうぞよろしくお願いいたします。僕も2009年に、初めて作ったロストパラダイス東京という映画がスキップシティ国際 D シネマ映画祭のコンペティションに入って、そこから本当僕の映画を作る人生がスタートを切れたという思いがすごいあります。それから なので15年経っている中で、こうやって続いているっていうことが本当にありがたいですし、まあ、私もその中に入っているのかもしれないですけど、たくさんのクリエイター、たくさんのそして映画ファンがやっぱりこの映画祭を通して、生まれているということで、やっぱりすごい大きな意義のある、国内でも、重要な映画祭だと、個人的に感じています。がっぽりスケジュール開けてるんで、このクリエイターと一緒に観客の皆さんと一緒に、僕が審査する10本は最低でも、スクリーンで一緒に見ようかなと。やっぱり僕も映画祭ってそこに審査員の人たちが、あ、審査員がいるとか言いながらこう見てることがやっぱり映画祭の一つの醍醐味でもあると思うので、スキップシティに通って毎日通って僕自身も映画祭を楽しみたいなと思ってます。私自身は青森県出身でして、青森県にも映画祭がかつてはいくつもあったんですけれども、もう今2024年
今現在は、ゼロになってしまいまして、本当にあの地域で映画祭を続けることの大変さというものをあの旗で見てまいりまして、今回この川口市、埼玉県川口市のこの映画祭が、こんなに長く続いていること、本当に、長らく支えていらっしゃる皆様に心から敬意を示したいと思います。あの他者に見てもらうということ、そして、作家自分自身が他者の作った作品にたくさん触れること、浴びるようにたくさん見ることっていうことを通して初めて、作家自身の感覚、自分の感覚というものが研ぎ澄まされて、さらなる成長に向かっていくのではないかと思っております。あの今回、若い方々に自分が審査員として、皆さんがさらなる高みへと向かっていただけるようなあの力強いあの言葉を、何か必死に探して伝えられたらと思っております。21年目を迎える本映画祭では、過去さまざまな人々との出会いがあり、その出会いは決してこうあの偶然というものではなく、むしろ必然があったように私は感じます。これは本映画祭で出会った人たちがその後の日本映画界を支えるような映画人としてまた戻ってきてくれる歴史であったように私は思います。このことは映画祭を携わる私たちにとっては非常に嬉しいことであります。今後もこのようなあの本映画祭は出会いを大切にしたいと思います。こんにちは、クシアです。初級演技レッスンの脚本監督をしています。もちろんオープニングですから、あの映画祭ファンやあの地元の映画のファンの方たちにも楽しめるように作っています。ですが同時にあのインターナショナル映画祭ですから、国際的なあの第一線で活躍している人たちがあのわざわざ日本に来るわけですから、あのちゃんとそういう人たちにもあの目覚めの一発を届けられるようなあの刺激のある作品に仕上がっています。ワールドプレミアですから、内容を深く話すことはまだできないんですが、もしかしたらファミリー映画かもしれませんし、ホラー映画かもしれません。ぜひ、7月13日、お楽しみにしていただきたいと思います。ご期待ください。ありがとうございました。21回目を迎えるスキップシティ国際 D シネマ映画祭、7月13日から21日の9日間にわたり埼玉県川口市のスキップシティで開催いたします。また7月20日から24日にはノミネート作品の一部をオンラインで配信いたします。ぜひお楽しみに。